はい、どうも、リギアです。それでは、信長の野望新生、織田信長編の続きをやっていきます。本能寺の変気のビーム、明智光秀を討った信長が、もうすぐ天下平定に手が届くというところですね。現在、北条家と戦争中。あと、西は西で、毛利、島津と戦っていると。島津が上がっているのは従属国である、まあ、大友家なんですが、劣勢ですね。あ、宗家は潰されてしまったか。これは竜斗寺にやられましたね。で、毛利はうちと戦っているんですが、と同時に竜斗寺に攻めかかっているという、なかなかカオスな状況になってますね。さて、前回、結城城付近の戦いにおいて、合戦に勝利して、威風で結城城、織田城の二城を一気にめくったところ。この後は、一旦体制を立て直して、また、軍勢を出し直して、どこかで合戦を狙って、行きたいけど、複数の城を取れそうなところとなると、やっぱりこの関東平野ですね。立川とか、立川で威風を起こせば、ちょっと遠いかな、江戸城。八王子と江戸、両方行ければいいんだけど、一旦その辺狙ってみますか。ああ、ワンチャン12部隊とか集まれば、今日威風が発生して、かなり広い範囲に威風が飛ぶ。さて、まずは、前回取った城の城主をなんとかしよう。後方から送り込みたいところ。どうしようかな。みんな出陣してるから、連封が難しい。誰か任命できないかな。こうなると。欲しいよ。あ、欲しい。烏山から移動しよう。移動して、織田城の城主にしましょう。こっちの方は軍が多いのでね。ありがたき幸せ。ここに、今入ってるものはいないので。まず、結城城の城主を。側近からは難しいな。あ、荒木を。烏山城の城主を奪ったかな。この面密であれば。結城城副将を内政、生命と
か。ブリーもちょっとパワーしたいな。あ、長老は辛いの。ヤスケがいる。感謝いたす。すると。で、このあたりか。大概の喜びぞ。感謝いたす。自虐で。こちら。九州やってる山の内千代さん、山の内千代さんってあの、いや、山の内和豊の妻でいう、で能力高いな。感謝いたします。カラス山城、ここも政務の高い武将を配置したい。ありがたき幸せ。ウパラ。ありがたく存じ。統率誰かいないか。石川、あ、ちょうどいいか。妖怪の喜びぞ。威力、はい、感謝いたす。ああ。まあこのくらいか。妖怪の喜びぞ。岩殿城は僕が一人入れてあげないと。統率カバーできたらいいんだけど、ちょっとくずいな。70には届かないな。だったらゲーム高いでしょう。小笠原、お任せくだされ。これで良いでしょう。移民をしておいて、大丈夫か。いいよじゃない。玄関はまだ入ってきないからダメか。養老支援、唐沢山に、お、これはありがたい。攻撃流言はいいや。応用、いい案があるぜ。屋上、屋上ね。早々に仕上げねば。なった。労力が。まあいいか。
で、もめがある部隊もあるけど、信長がもう40日しか動けない状況では、ちょっと、合戦は流せないと思うので、一旦前軍撤退しましょう。人気上で。新開発入れておこうか。これは、いかがなのかだけど。よし、これで、いいでしょう。家康は、軍制圧しつつ、法を三崎城を攻める。小田原じゃないんだ。貴殿にお使いいたす。貴殿にお使いいたす。北条軍が動いてはいるけど、どうでしょう。あ、まだこちらが流れてくると思ってたのかな。うん、直ちに騎乗するのだ。ああ、三崎城に進路を変更しましたね。家康も本気と。東北方面をどうするかがな。どうなんだ。おうおうおう、伊達が大崎を攻めている。大崎家を攻めている。あ、そして、ああ、なるほど。上杉が最上を攻めている。もうすぐ落としてしまいそうですね。これ先に大崎が落ちれば、最上を充足させるタイミングがあるんですけど、ちょっと様子見ましょうか。どうかな？あー、削れ方は、山形城の減りが早いか。で、このダメージレース、いやー、山形が先に落ちるなぁ。そうなるとね、大崎を従属させることはおそらくできるけど、そんなの構うものかとばかりに伊達は攻撃続けるだろうから、まあ意味がないか。上杉頑張りすぎやって。嬉しゅうござる。やりました。お、金小路家、中津吸収完了。いいね。おお、引いた。いいよ。お使いします。ああ、最上家、滅亡。これねー、そうなると、お先従属できるけど、意味ないよねー。
おそらく意味ないんだよな。一旦下がらせることってできるの？従属させたところで抜いちゃうよね。あ、ダメ元で、ダメ元で従属されてみて、別にね、何か困ることがあるわけではない。なし、従いまする。上で、周りの、誰も手を貸してあげないよ。かわいそう。大崎家守らせようと思ったんだけど、なんかみんな周りからソース感食らってるね。どうしようもないな。じゃあこれは滅んだかな。さすがに大崎家は。ならば、田村を、あれまだ信号、あれ全然してなかったっけ。足跡なんか外れてるな。いけなくなった。しょうがないな。足跡に田村を攻めさせようと思ったんだけど無理なので。おお、岬城やってるやってる。信長はまだ戻ったよね。あ、そうだ、大会入れ替えたいんだった。妨害の喜びぞ。三つ口妨害の喜びぞ。ゆっくり行こう。お任せください。いくら考えるし。恩に着ようぞ。ああ、笠原はまだ。稲葉。そうね、ありがたき幸せ。よし、こんなところで。2月目書を増やしたいんだけれど、能力は足りない。金平城の兵が戻るのを待つか。なんなら
移動してもいいなぁ。いや、切っていいか。本拠移転とか、どうだ？ここにいるとこの辺が外れてるだけだから、いっそ、三田金山城とかに移転すると、そんなに財政変わらず、しろうなー。捕獲数が多いところがいいよね。川越いまいちか。ちょっといまいちかな。思ったかな、山城の兵力。なんか。工場も兵がいなくないか。もうなだれ込んでしまってもいいような気がするな。もうこの太田府中城とか。もうそうだし。これは、飽和攻撃を仕掛けた方がいいかもしれないなぁ。あ、ちょっと米が、若干、苦しくなりではある。この青梅を取れば関東に出やすくなるんだよね。シップ場からこうぐるーっと回んなくても、ちょっと戦国権兵衛に青梅かの地を制すは我らよ、取りに行かせてみましょうか。いざ出陣。いいよ。神明を落としてお使いします。わしについてまいれ。いいね、頑張れ秀吉。一応反応してるな。二つ目章を
もう一つ。有限か。思いつきましたぞ。おお、佐竹義信、いいね。やってみせます。やってみよう。はあ。ちょっと川越にも手伝わせましょうか。大崎家滅亡。進展したいなぁ、しなと。信長くらいしかできんか。おかめ、賜り申した。お。ほほほほほ、動いてるね、嬉しい。新婦城、もうちょっとだな。おお、その兵力で迎撃に来るのか。我が武を御老じたか。戦じゃ、みんな心構えをせよ。よし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 。この、ん？おおおおおおお、ん？どういうこと？家康、小田原に進路変更したな。岬は負けて。おっと、そう来るか。どうしようかな。青梅の争奪戦になってしまっている。あまり喜ばしい状況とは言えないけど。次なる手立てはいかにせん。ちょっとな、ここじゃないんだよな、戦いたいのは。敵は皆滅ぼさん。八王子の破壊か。本国東洋。お聞き入れくだされ。はい。よき案がござる。少し難しいか。どうでしょう。心得申した。どうかな。制圧して御命令を下され、死傷する。いや、取り返しには来るのか。御命令を下され。進め、皆の者。厄介だな。師匠からも
続け。を取り切ってしまうか。いざ出陣。年寄りと侮る敵将を討ち取ったわい。ほんで、あー、なしが来てるな。厄介。ちょまずい。本兵下がる。皆の者、騎乗する。インペ城兵が揃ったね。お耳に入れたきことが。そしたら、もうここから多めに出しましょう。目があんまりないんだけど、会津城から川越、出陣じゃ。物城から上原高遠はちょっともう米が今結構きついなぁ。でも多分報酬もきついんよ。だから出せるだけの戦力で、出陣する命令をください。城へと戻らん。兵力を調整しないと米が、あれそんなに変わらんか、そんなに変わらんかったな。いや、出陣する。お命令を。皆続け。
かもこんなところか。いっぱい来てるなぁ。かかってる。次はどのように。次なる手立てはいかにせん。信長は青梅を越えて川越へ行く。ご命令を下され。帰る。出てくるの。お指図を頂戴したく。はは。何やのか。進め、皆の者。ん？うん。結構西の方もたまには見てやっと。ん？これは。違う動いては、今以上打ち取った。お、いいね。足なきの信用が目標を超えてるので、それで、三春城を攻撃させましょう。どんくらい出せるって？じゃあ、三春城。よろしい。触りなし。ここから出せばいいの。まあいいか。一応神前もうちょっとやっとこうか。次はどのように。川越騎乗。いいね。あと、はい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 、印の変更したね。金山からも兵を出す。おのども、つい
荒沢山。出陣する。宇都宮。小田原強行されてるぞ。これは小田原落ちたね。みんな城攻めぞ。素晴らしい。うん。いかんけ。まあそれはどうでも。取り込みね。神父はさ、なんだっけ、大井集落、あれ山牧場ないのかな。作れてないのか。以上はでも勇者があった方がいいんじゃないか。何でだいぶ川越揃ってきたでしょ。集まっては来てる。出陣させた部隊、結構な部隊数だな。これらを全て、立川経由、八丈寺狙いみたいな感じで城を落としに行く。行こうか。城を攻めよう。みんな行け。流れては来てるな。敵をかき集めたいから、あまり先行しすぎられても困るな。お、ナイス。畠義則を引き抜いた。あ、従属九州は来たぞ。これより集金に励みます。どこだ、どこ行け。いいね。必ずや全うします。養老支援は神父に米を送ってくれるか。ありがたい。
結構集まってきている。お指図を頂戴したく。お指図を頂戴したく。おめでよ。ちょっと大気だな。ドローの町隊、信長隊が入間川まで来れば、その方たち一人で行くんじゃない。森か。命令を下され。次なる手立てはいかにせん。お指図を頂戴したく。城を奪いに行こうぞ。よし、大体体勢は整った。次なる手立てはいかにせん。違う、ないし、敵は皆ここから八王子へ。城を落としに行く。これで野戦となる。陣を構えよ。うちじゃないな。どこで当たった。小田原はもう家康が落としそう。素晴らしいですね。ちょっと緩めて。戦となる。婦人を始め。来た。11、あと1部隊いればな。なんとかならんか。ならんか。近くにもう1部隊いないもん。これは入ってるの。朝原隊かな、これ。朝原さとみあたりは入ってて、これなのかな。入ってるね。なら、しょうがないか。敵の総大将は北条綱重。とにかく小粒な部隊が多いので相手にはならんでしょう。よし、投げ倒すぞ。まあ、このままでいいかな。作戦としては、川を挟んで、ツーマンスルで、対峙していくという感じかな。対戦。逆らう者は滅ぼしてくれよ。王将を我らが手に。お指図願います。結構お打ちを願います。右王将を狙うぞ。続け。危なばと明日はこっち。王将へ向かう。よし、この二人は戦略を持って我らに優位をもたらします。あり先を向けよ。
まずひねの隊はそこで待機して、又部が突っ込みなりますわ。ここで待機。一回下がる。お指図を頂戴したく。皆、鉄砲を構えるのだ。よし。嬉しゅうござる。次なる手立てはいかにせん。攻撃。刺激するか。チェンジで。お命令を。幼少我らが手に。チェンジしてやってください。森はちょっと下がりすぎじゃないか。敵を蹴散らす。お命令を。これもう倒せるね。またべチェンジ。お礼を願いまする。攻め潰してくれよ。ご指示。鉄砲隊を前に出せ。我が前に立ち下がる者だ。よしよしよし。砕け散れ。おお強い。打ち破ったり。いや。出撃よ。みんな行くぞ。どうだ。僕は忠興ちょっと体力回復して。抜き口狙いで行こうか。よし。信長がここでちょっと一旦待機でこうかな。ご命令とあらば。皆チェンジ。はい、そっか、ここまで出ようか。先方にて崩れるがいい。出てきているが、ああ問題ないかな。こっちにして。皆の者、王所へ向かう。よし、体力回復したので、悲しげ隊を攻撃しましょう。お撃ちを願います。動くぞ。続け。お指図願います。敵を蹴散らす。よし、いいぞ。いざ、我が軍をこの戦場に示せ。うお、来たか。いや、強いな。こっちも負けてない。新生。これ攻撃されてるの良くないね。王将を手に入れる時ぞ。
いざ敵の退路を閉ざさ。チェンジで。始めるぞ。はい。ん。よし。指図願えますか。攻め立てよう。攻め立てよう。ご命令とあらば。入れ替えで、おっと、なんか抜けてきてんのがいるのか。まあ。押し潰すだけかな。今こそ我が戦法により、よし、勝った。そしてイフが来る。中規模イフだけどどうかな。お、結構広いかも。おお、城3つ、でかいでかい。八王子、江戸城、小机。来たー。まず理想的な展開ですね。そしてまだ余力があるので、このまま、なだれ込んでもいいな。時間が来てる。聞いてくだされ。はいはい。お任せあれ。思いつきましたぞ。オケヤマ。どうかお任せを。このまま攻め込むとしたら。まあまあ、一旦、稚魚かな。前線の、今取った城に、武将を置きましょう。ん？松倉、これ、あ、そっかそっか。すっかり忘れてたけど、従属吸収したんでしたね。放置しちゃってたな。まあ、いいか、後でなんとかしよう。で、大巻城から移動で江戸城に入ってもらいますか。妨害の幸せ。
と、岐阜城から、小机かな。もう一と、というバフがつく武将を主に移動させて、テーマもか。あと一人。ここかな。あ、こっちの方もいいか。前変わらんか。こんな感じで。感謝いたす。さらに八王子の領主を領様にどうもらえますか。入れ替えで、あ、でもお利休やばいんじゃない。あ、まあ大丈夫かな。出して、こうなってくるともうミノは、軍団に任せてしまってもいいな。門垣の城主が練習。上州、ありがたき幸せ。ラジオの上司は、まあ、じゃあ姉小路に引き続きやっといてもらっていいかな。あ、エリクの城はどうしようか。どうしようかな。あの長よりはもったいない気がするけど。誰か適当な。そうださ、うん、いいんじゃない。ありがたき幸せ。この辺で適当に。で、分断。あのここしょ。おお、あ、もうカロン乗ったぞ。すごいな。
軍団編成で、川尻軍団、黒編成を、大垣岐阜、九条八幡、豊か軍団の城編成も変えて、次に帰り雲と松倉は割り振りましょうか。よし、さあ、三春城攻めはどうだい？うまくいってるのかな？一応取り付いてはいるね。これを、これ、ドームが、相馬が伊達を攻めている。余力があるので、先ほど戦った部隊さらに進行していきたい。三崎城を取ってしまって、徳川のこれ以上の拡大はちょっと歯止めをかけておこうか。嫌がらせをするわけではないけども、あんまりですね、広がられても困りますから。というわけで、こう行こう。城を落としに行く。福井城が多分頑張れば本兵衛で行けるんじゃないかな。いざ、まあ、一応、穴山梅雪、こんなとこにいるの。目を賜りたく。民衆なんだ。出陣する。岩殿城。岩殿城じゃないや。福井城、ここで手伝わせましょう。よし、これで行ってみようか。いや、秘伝にお使いします。いや、お使いいたします。小田原落ちたね。着陣したぞ。みな、戦に備えよ。友家が飲み込んでいるの。大きく出たな。
りは外交のしようがない。伊達は、大久保伊達に関しては、三春城の田村家を倒してさえしまえば、孤立するので、そこで従属交渉ができると思うんだよね。銀服誰だ、赤松、大野春房、羽賀高武、あらら、前田利久は寿命か。うん、池田くん、これより集金に励みます。君忠誠低いんじゃないの。ですよね、この二人は野心が高いから。まあ何かあげよう。なんか買うか、久しぶりに。一回締め。はい。あ、松田のりひでには何か政務が上がる。これでいいんじゃないかな。ありがたき幸せ。ケータリンは何をあげようか。統率か。ありがたき幸せ。こんなもんでしょう。制作投資業務が可能になった。これちょっと受けとこうか。回復早い方がいいからね。心得ております。これと城郭不信はさすがに上げておきたい。わかりましてござる。楽一楽座もいい加減一個上げましょう。心得ました。あまり効果がないんだよねこれ。よくプラマイゼロどころかマイナスになることの方が多くて、いまいちなんですよね。まあこんなところか。郵便線と郵便面。上策があります。はい、どうし。まあやってもらおうか。どこ空調わかりましたぞ。よし、どうか。あ、三崎城。どうした。ああ、はいはい。久川が三崎城狙って動いている。ちょっとやめてください。うちが先に取るって言ってるでしょ。まったくもう、こんなのマップ戦闘でいいな。じゃあこれ先に取り憑かれてしまった、無理か。三崎城を取られるね、徳川さんに。
あしょうがないか。それなら敵は皆滅ぼさん。次なる手立てはいかにせん。次なる手立てはいかにせん。天縄城を攻めましょう。で、そこはもう取ったようなものなので、まあいいか、一旦玉縄攻め全力で。で、もはや数勢は消したので、烏山城から大田城へ。いざ出陣。ここはもう勝ったね。川越から桜城、川越、岩槻、丘、あ、桜城へ進行する。さらに結城城からは中将へ進行、織田城も中将へ、という感じで総攻撃をかけましょう。制圧。敵将、我が手に落ちた。精神性。よしよしよし。いいよ。次こそ負けぬ。おお、と出奔した。寝返り士官が発生するほどに。工場は自利品になっていると。お聞き入れくだされ。大田正景、申し上げます。だから月以上の上司を天空で金山城から移動で以上へ配置。ありがたき幸せ。以上に大間政務が欲しいがいるかな。もちろんいいで、うん、のりひで。ありがたき幸せ。花山城の領主を
何でいいかな。感謝いたす。もう一人くらい誰か適当なのをつけてやって。この辺りか。感謝いたす。で、分断に委ねましょう。山城は、小尻軍団でいいかな。さて、取った城の委任を決定して、例えば、もう委任してなかったな。小机、江戸城。いや、ここかな。よし、行きましょう。うん。精神聖域、お使いします。貴殿にお使いします。貴殿にわしを扱えますか。あー、滝がかずます。行ったか。残念だ。見果てたり。今一度。あ、え、コロクも？戦をしたかったわ。あらまあ。あらまあ。いうことあるか？僕いないやん。これ三春城はすんなり落とせそうだね。よし、玉縄城制圧。敵将を捕らえたわ。うん。お使いいたします。従わせようとも無駄よ。はいはい。解放でいいよ。なんと、首を取らぬのか。うん、まあまた後で追って指示を しよう。さて、岬も徳川が取った。敵は皆、滅ぼさん。上山館先回りして取れんかな。無理か、さすがに徳川このままなだれ込むよな。城を落としに行く。いいかな。米の厳しい部隊は騎乗指示を出して、この辺とか。こちらに。
59日とかじゃ無理だし、お指図願えますか。次はどのように。どうかな、別荘なら行くし、超革新。おお、秀吉勝ったか。いいよ。ああ、そうなるか。待て。急ぎ城に乗っているだけ。じゃあ、ちょっとスルーさせてもらって。まず秀吉軍団の編成だな。白編成というよりは軍団長の今光月城にいて、こんな感じ。これ鳥取城に移すべきかな。まあまあまあ、やむを得んさ。鳥取城に武将を移させて、ここを前に入れる。代わりに、山見城、丹波、内瀬山。この辺り、秀吉に与えましょう。武将が少ないかな。まあ、なんとかやりくりしてくれ。で、部活軍団に、追加城、洲本城、悪魔城を与えると。武将多いなぁ。まあ、武将編成で部活分団から何か。戦える武将を部活軍団から割り振ってやった方がいいんじゃないかな。この辺これらもこんだけ武将がいるからね、なんとかなるでしょ。さて、養老支援、練習取り込み。養老支援が欲しいな。さあ、玉縄城の城主を任命しておこう。添付で
岩村の上司をやらせてる、この人を、たくんを、移動しましょう。しまって、今村城の城主を誰に任せますかね。作りでいいかな。ありがたく存じる。もう一人やっぱり適当につけてやって。強烈至極に存ずる。の上で、信勝軍団に、信勝じゃないな、川尻軍団に、委ねましょう。よし、関東制圧までもう一息。中小攻めはまあまあまあなんとかいけるかな。うん、このまま先行できれば。おお、糸やつを落とした。素晴らしい。そのまま行っていいけれど、こう行きますか。奪ってくれる。声を上げよう。夢がある舞台。柴田はこう行こうか。敵の城を奪ってくれる。よし、取り付いた。攻めよ。我が武を示す時が来た。今ある城の攻めはどうなってる。おお、落とせそうだね。そうなると伊達を従属させるチャンスが来る。ん？なんこれ。お、長宗壁が中国地方に上陸して暴れている。どう来たか。ここぞとばかりに毛利に攻撃を仕掛けているわけだね。おお、浮田も反撃に転じているね。いいね、いい流れができている。大友もまだ頑張っているじゃないか。よしよし。お耳に入れたきことが。畑義久を遂行いたします。畑家の人々が織田のもとに
汗さんじてきているね。群衆飛び込みしてしまうか。昇進いたします。運動はいいかな。印象制作たら、南蛮攻撃は発令しますか。よかろう。友情攻めは順調。多少向けるかな。一緒に手伝わせる。いやまあ大丈夫だと思うがな。このまま行きましょう。お、やった。三春城陥落。アシナ頑張ったじゃん。田村東洋。全員どうでした？それでは。伊達家よ。伊達政宗よ。諦めろ。従属勧告。というわけで、これにて、東北の、完全制圧完了と、制圧というか、まあ、すべて従属させた状況ですね。これで、まあまあ、あとは、東は、北条を残すのみ。ならまあ、三春城、田村に、田村にあげる？田村にあげて、内政とかまあ適当でいいけどなぁ。どうしようは相性も減どうしようもないし。あとは。あとは、テーマ誰か、若い人を送れれば、水道順。なぎ。こんなとこかな。で、移民してしまいましょう。さあさあ、立山城取って、北条の本拠か。もう佐竹義久来た。秘伝をある人を仰ぎましょう。喜ばしいですな。よし、そごう家吸収完了。いいね。これで上司とか適当に
どこそのまま入ってもらおうか。だな、これはどうしようかな。ここって最前線じゃないよね。しかも、秀吉軍団の、秀吉軍団の影響範囲で、統治範囲じゃないんだよね。ああ、なんなら、信雄軍団の統治範囲にも入らないな。入らない？どうだろう。あ、入るか。え、秀吉は？あ、入るっちゃ入る。じゃあ、どうしようかな。穴がよりここに置いてやって、喜びにござる。あとは何か何人か。人の名武将を2、3つけてやって。どうせ今。それで、陰性で、王女、小水晶の秀吉軍団の管轄としましょう。そうそう、出すか。中将、中将へ。ケチはまだか。やるども。いや、これね。命令をくれ。打上経由で。やるども。城を落とすぞ。ましょう。ついに足掛けを滅ぼすか。いいよ。ちょっと待って、19州が出ている。来そう。いいね。挑戦いたします。OK、19州。あと
天下平手前残り13条。水位の重毒吸収はなかなか出ないけど。だけど、まあ、問題ないか。よーし。立山城制圧。よーし。にはお使いできません。感謝いたします。これで。先へと向かおうぞ。なんかきつい部隊は返してやりたいな。前だけじゃ帰っていいじゃん。ならばもう帰っていい、うん、直ちに騎乗するのだ。桜城そろそろ取り付くね。救助強行してる。あ、兵力は、あんましくない。ボツ目、ちゃんとボツ目を出してやりたいか。だが、兵がいない。昨日は、はい、す。お指図を頂戴したく。まあちょっと一旦国衆にバックアップはさせてるから、この国衆目指すか。でも取り組み中だしな。まあここの国衆も出すか。行くぞ。山城の城主を任命しましょうか。添付いい場所。いい場所から、建山へ、行こうかな。ありがたく存じ。え、いい場所の、どうしよう。誰にするかな。ウヒメス様か。もはや前線から遠いからね、誰でも。お姫様にお願いしますかね。師匠の統率が落ちる。まあ、あでも、よいしょ。ありがたき幸せです。一人な、政務系の誰かつけてやって、あら、天界、天
接してる。あんまりいないな。か。先生で五編成飯田城までは川尻軍団で押さえておいてもらいましょう。それと立山を委任して、もしもうちょっとで屋上を倒せるはず。そして残り12畳に、どうかな。北条を倒すだけでは城の数は足りない。まあどっちにしても水を吸収する必要があるんですが。もうちょっとって感じですね。向こうにはまだ足りぬ。よしよし。これで。一度しのいだので、これで失敗させましょう。これと、友情攻めは大丈夫か？ちょっと不安だけど。松田紀秀、待って、ウィーにいる松田紀秀が、なんで、国境接してないじゃん。こんなところに、流言が届くの？まあまあいいや。もうほっとこう。ちょっと騎乗させよう。桜城はいい感じに包囲しているな。城とかも攻めていきたいけど、ちょっと動かせる戦力はさすがに今ないな。八王子とか岩殿とかの集めればなんとかなるか。
岩殿からもう出すか。なだれ込んでいった方がいいと思うので、90日、80日とそんな変わんないんだよな。あ、だから上から北から攻めていきますか。するのは同様。お耳に入れた聞くことだ。流言。上申いたします。行きましょうか。力を尽くしましょうぞ。遠道ね。遠道はいらんかな。よし。時が来た。え？いるはず。我が武王を来たか。我らが城を落としたぞ。以上も制圧。生け捕りとしたぞ。大道士。お断りだ。まあ、まあ解放でいいでしょう。まだ帰ってはいけない。高藤の前田慶氏を府中城に入れるか。いけるけどだな。ちょっと忠誠が不安しかない。こっちかな。それと高藤の上司は宇佐竹義重が侍大将なので、宇佐竹チーム佐竹を復活してやりましょう。ありがたく存じる。で、なんか適当につけてやればいいだけ。
感謝いたす。山口、ありがとう、幸せ。本作まで行こう。ありがたき幸せ。よいんで、ゲームだな。このいいにして。ここ一旦撤収でいいな。早々に戻るぞ。お指図を頂戴したく。城宮だけは手伝いに行かせるか。大官を変えれるかな。あれ、いつの間にか鈴木重秀がこちらについにいましたか。ちょっと待って、お任せくだされ。朝日な、片付けなし。出た、ありがたき幸せ。カメラ、ありがたき幸せ。感謝いたす。まだにしようか。オンに来ます。ありがたく存在。よし、もうあとはなだれ込んでいくだけだな。あ、米がね結構きつくなってきてるから、そこのだけが苦しいんだけど、まあやっていきましょう。もう退けたぞ。よし、桜城制圧。おとなしくしやがれ。うん、お使いできます。まあそうだろうね。まあ解放でいいよ。貴殿は器が大きいな。もう願い騎士かな。また出た、勇気。何？お聞き入れくだされ。やってみせまする。副将は。わかりました。じゃあ桜城の城主任命しようか。黒田長政なってもらおうかね。ありがたき幸せ。相性いい後ろとかいるね。黒田パズナリ、ありがたき幸せ。パズシゲかな、どちらだ。あとはもう適当でいいな。適当でいいと言いつつ、割と優秀な武将しかいない状況。ありがたき幸せ。妨害な喜びぞ。ありがたき
がたき幸せ。しかないか。いや、いや、一旦このまま森山城に進んでみる。育つな。へえ。もう元気そうで。使えてみるもよい。運動整備。こんなとこ道作って意味あるの？あんまり意味があるとは思えんな。いかんけ。いやー、別にいいかな。防火施設、新部長の。連携上増やそうか。はい。信長はもはや自ら出陣するまでもない。感じだけど、これ本拠地移転でもいいんだよな。感謝いたす。うん、今の統治範囲がこんな感じだから、少し東の方あぶれちゃった。江戸城とかに移してもいい。江戸城、江戸幕府織田信長による江戸幕府開幕とか面白いね。まあ実際江戸城ありだな、統治範囲的には。マイナスもないでしょう。うん。まあまあ、慌てるほどのことではないので。というかまあ、北条攻め落ち着いたら、終わったらば、西にまた戻る。ことになるのかな。展開を得て前残り10で、ここにはどうしても取らないと話にならなくて、北条の城が残り5、だから7は確定として、あとは適当に3つほど城、従属吸収できれば、というか、秀吉は取ってくれるんじゃないか、この辺で。パタパタと。ここは取るでしょう。取らないから。言ってるよね。
そういう状況でもあるので、部下を信頼してドーンと神父城で構えてるでもいいのかもしれない。よし、このまま、あっとっと、うん、よし、まあ、もうちょっとで補助を完全に屈服させることができそうなところですが、一旦今回はここまでにしようと思います。よかったらチャンネル登録やフォロー、いいねボタン、コメントなどしてもらえると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。